リキやミヤビカレンコ夫婦、いよいよ太郎の離乳食も本格的に始まってきたわけですが、ミヤビ意外とちゃんと作ってるけどね。それバナナ切ってミヤビやろ。切って渡してるだけ、料理じゃないあれは。料理修行しないといけないのではないかということで、ミヤビ料理修行いきます。普段は俺がまあ料理作ればいい話なんやけど、どうしても俺が今後出張とかさ何かで1週間家を空けるっていうことももちろん出てくるから、そこにウーバーイーツ頼むとかそんな無理やんか、まだ子供の中にな。なると料理スキルをどんどん上げていかないと。え、女になるために頑張ったろうか。今でも十分いい女やで。今回ね、先生とか行くということで、はい、今から行ってからのお楽しみです、はい、それではみやび料理修行まで、せーの、ピュッ。よいしょということで、本日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。オムライス兄さん。はい、オムライス兄さんです、はい、見たことあるよ。やろ。ありがとうございます。あら、そんな動画で見るより生で見た方がかっこいい。男前やな。オムライス兄さんというだけあって、今日教えてもらうのがハンバーグ。そうですね、ハンバーグをオムライスで包むっていう。ライスどこ行ったんや。オムライスをね、オムライスを今日は教えてもらおうということで、まあオムライスって一番こう料理って言ったら、お前オムライス作れよみたいな女の子一応求めるところがあるやん。難しいからね、オムライスは。まあでも家庭料理代表なんで、できたらもう喜んでもらえると思います。2年前の誕生日の時に作ってるんですよ、実は。ただなんかかもなくかもなくって言ってた気がする。オムライスのまず卵が卵焼きになってんのと、ふわふわにはなりません。切ったらふわふわのやつがいい。今日はでも師匠がいるから大丈夫。頼むで。任せる。あとお二人に任せるので、はい、オムライス作りやっていきましょう。お願いします。お願いします。しゃあやんで。破天荒夫婦。お願いします。お願いします。ここでやるんか。材料なんもないですけど。材料は冷蔵庫から出します。はい、はい、取ってきてくれ。取ってきてください。持ってきます、先生。玉ねぎです。なんだこれ。なんか変なのに入ってる。みやびのあれやん。みやびのこれ帽子と似てますね。かぶってみるか。やっぱ米炊いてなかった。この人やらかしました。そうや、そうそう。完全に。ほんなみやびが洗ってある。あ、まずお手手洗わないと ね。インフルエンザ流行ってますから。あ、包丁あんな感じで受けんのね。こんな感じです。でもちょっとこけてあーってなったら不手がもう。やってみていいかい。いやいや。開けてもらってまず。ああ、先が思いやられるなこれ。トボがついてる方を奥にします、はい、半分よりちょっと奥まで切ります。縦に細かくやってください。だいたい1ミリ幅ぐらい意識して。お、うまい。遅い？遅いです。うるさいな。え、聞いたの。何倍速ぐらいいけそうですか。あと3いけるんじゃないですかね。次はここに入れます。4本ぐらい。上達が早い。え？あともう1回ですね。怖いけど。いけるいける。最後縦。こう。TikTok 見ました、お兄さん。あ、まじか。この間まで知らんって言ってたけど、あ、ライブ行った時にお兄さんって誰って言ってました。ちょっとあと刻んでください、細かく。まだ力入れて。え、あ、歯折れちゃう。え、ごめん。切れました。折れた後、みじんじり。みじんじり。お、マウントや。マウントじゃないです、ね、この人マウント取ってる。オッケー。どうやってたね。どうやってたんです。どうやったの。どうやったの。これです。その顔しながらやってください。顎伸びます。この中に入れてもらって。ドヤ顔いらんねん。手やか、手やか、手やか。あ、掃除が大変。これぐらい使ってもらえたら、これを1センチ角。で、こんな感じでいいですか。いいです、いいです、うまいです。真っ白い。もっとなんか入ってない。え、財布、財布みたいな。財布じゃない。金運下がりそう、こんなお前にも散らかしてこんなに。これ SDGs なんでね、これ全部使いますわ。落ちたやつ。SDGs 兄さんや。お兄さん、年取ったら SDGs さんにしよう。めちゃくちゃめちゃ薄切りなんで。食感残すのね。食感残します。あ、薄いです、薄いです。むずいにゃって。かつお節みたいな。ですか。あ、もう、なんでもいいっすもん。タジを投げた。買ってきたって、佐藤のご飯。え、あと20分ぐらいですか。うん。スイッチ入ってなかった。わ。先生。
ません。わざとやろ。わざとじゃない。先生。ドッキリや。ドッキリにしたら地味すぎた。オムライスできないドッキリ。買ってきますよ先生。今夜パンちゃうパンないかな。わかった。このパンでな、ちぢり米作ろう。ちねり米や。ちねり米や。多分2時間かかる。言うてる前に炊けますからね。いやー、破天荒夫婦。米が炊けました。やっと作れんで。やっと焼く工程ですね。はい、油引いてもらって。大さじ1。ハート。うん、大さじかどうかわからない。玉ねぎからです。どう、はい、よう喋んなお前。飴色になるまで。はい、あ、それいっちゃってください。玉ねぎを先端に持っていったら綺麗に返ります。そう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 。おお、すごい上達が早い。色がね、変わってきましたわ。うん、ちょっと色づいてきました。はい、はい、変わらず玉ねぎは散らかってます。 SDGs おじさんやからな。せめてお兄さんって言ってます。まだ26なんです。まだ26か。じゃあみやびの2個上やな。24なんですか。まだなってないけど、まあ24の代です。あ、そっか、まだ、そっかそっか、言ってください。はい。肉は焼きすぎるとカチカチになっちゃうんで、はい、後から入れます。はい、マッシュルームを投入します。はい、うん、お肌もツヤツヤでやで。いや、負けてないじゃないですか。いやいやいや、ガチで照れるのやめてもらっていいですか。何言わんといてや。バター投入してください。はい、指でいいですよ。お兄さんはお肌なんかやってるんですか。はい、僕何もしない。水3リットル飲んでますね。3リットルも。はい、言ってる前に玉ねぎ焦げましたね。あ、すいません、喋ったからや。そしたらご飯も取る。はい、ご飯、ご飯。はい、よー、追いバター入ります。追いバター。これ本部ですね。軽く揺すって、もうちょっとほぐしたらもっとパラパラになります。うまくなってる。だんだんね。だんだん。ケチャップ、じゃあ大さじ2入ります。はい、これ2杯ね。これ2杯、もう1杯。あっちい。オッケー。ケチャップしっかり炒めると甘みが出て、はい、めちゃくちゃ美味しくなる。はい、わかりました。こんな感じ。そう、これもうオムライス屋さんオープンできる。ほんまに。うん、これカフェで出そうか、これ。毎日出勤しないとダメです。注文入ったら行きますわ。アイス屋さん。じゃあこのハッピーパウダー。ハッピーパウダー、はい、なんやこれ。合法なんで大丈夫です。鶏ガラスね。全然ハッピーちゃうやん。全然ハッピーでしょ。じゃあライスできましたんで、はい、じゃあこれに詰めてもらって、はい、す、はい、り切れ一杯ぐらい。すり切れ一杯。はい、美味しそう。ん、そう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 、ここに内装もしてもらって行くわよ。おー、すげー、うまそう。初めてとは思えない。はい、オムレツの方作っていきます。卵3つ割ってもらって。はい、割れるのか。ちょっと割れるわ。こうやってやって。うん、握りつぶしてるだけ。うん。ごめん、調子乗った。うん、僕のチャンネルやって炎上してる。3度目の正直っちゅう言葉がある。うん、3回目めっちゃ慎重にいく。辛さが。辛気にしてじゃん。辛さよりも。それでもこすんで大丈夫です。ごめん。こす。はい、ザルで。へえ、そうなるとどうなるんですか。そうなると滑らかな卵になります。はあ、なるほどなるほど。そしたら、はい、卵を真横に切ります。ちょっと傾けて、うん、そう、そう、そう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 。もっと早く。チンパンジーのお湯以下になる。18センチのフライパン使います。はい、最初弱火で大丈夫です。はい、油小さじ2入れてください。 OK、 卵を端の先につけて、はい、で、シュッてやって音が鳴れば OK。なりました。はい、入れるタイミングなんで行きましょうか。いい音ですね。かき混ぜてもらって、ブワーて。そう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 、もっと外から固まってくるんで内側に入れつつ、これを、そう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 、もっと混ぜる。シャ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 。もう追いつかへんわ、もう手が追いつかへんわ。止めて、え、止めて。はい、ミヤビの手をで、周りをこそげ落としてヘラに持ち替えます。オムレツの形を作る。下から上に、こっち、そう、寄せて、そうそうそう、傾け、そう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 、お、そう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 、オッケーオッケーオッケー。奥を手繰り寄せる。次はこっちに傾けますか。そう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 、そうです、そうです。あ、戻りました。あ、オッケーです、オッケーです。手繰り寄せて、オッケーなの。はい、ほんまアウトです。ここまでいったら勢いでひっくり返す。フライパンをこうやって押し、パタンって倒す。そう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 、うまい。つなぎ目を焼こうと頑張ってください。
先端まで転がして頑張ってこの上に着地させてください。斜め45度から乗せると綺麗に真ん中になります。こっち裏ですか？そっち裏です。ふん、そうそうそう、うまいうまいうまい、めちゃくちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗。先生のおかげですわ。すげえ、すごい、すげえすげえ、めちゃくちゃ上手、やば。うん、ちょっともうオムライス兄さんやめますもん今日で。オムライス姉さん頑張ります。2代目よろしくお願いします。みやびとして頑張ってください。はい、クセ強い。パッカーほんまにこれでいけたらすごいよ。前にスッて入れて、手震えてますよ、めっちゃ手震えてます。端に当てる、はい、あ、そうそうそう、で、引く、引くよ。お前、うわー、すげえ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 、イエーイ。ちょっと切りすぎちゃったね、みやび。あと3回練習したらもう完璧。完璧ですね。完璧です。意外と簡単。わあ、仕事なくなるって。最後ケチャップかけます。はい、じゃあじゃあストップ言うてね。ストップ、はい、だいぶ前から最後に横トントントン叩いたら出ますんで、もうちょっと傾けて軽く、あ、そう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 、いきました。おい、完成しました。めちゃくちゃ上手ですよ、これ。1ヶ月練習した人のクオリティですか？いますか？センスあるってことで。めちゃくちゃあります。もうオムライス屋さん期待してます。わかりました。はい。食べさせよう、リキアに。はい。食べてもらう。破天荒夫婦。いただきます。見栄えはめちゃくちゃうまそうや。うまい。腹減っとったから普通に全部食う。俺の食事をちょっと見守ってくれる？家で出てきたらテンション上がります。テンション上がる、うん、家で作れるよ。フライパンとかちゃんと同じの買ってくれたらの。サイズ結構重要やな、あれ。うん、うん、今日めっちゃ食うやん。そんな美味しかったな。すごい、え、初めて見た、こんな。ただただ美味しかっただけ。うん、ほんまにうまい。ごちそうさまでした。作ってくれてありがとう。構いません。え、ちょっと待って、これどっちに言ったらいいの？作ったのはこっち、うん、教えたのは僕なんで。イコール先生が作ったようなもんちゃう。ありがとう。今日はありがとうございます。ありがとうございました。もうできるやん、料理。そうやで、オムライスだけやで。先生、ちなみに他作れるんですか？じゃあ次回パスタでも作ってみましょうか。パスタも作れるの？パスタもいけます。ほんなら、みやびの料理修行としてまたね。あ、お願いします。1ヶ月間住み込みでいいですか？マジか。それはちょっと危ない、危ないやん。何が？変なこと起きるから。ないわ。ちょっといろんな料理ができるように、はい、定期的に、うん、いいんですか？もちろん。家の場所知ったからもういつでも来ますよ。うん、アンチか。ということで、近い将来、嫁が料理できるようになります。バイバイ。15分で作れたら、うん、すごいです。先生どれぐらいで作れるんですか？これはまあ5分あれば、米炊き上がってる状態で、うん、まあ10分15分あったらいけるかな、みやびも。多分玉ねぎで15分。ああ、痛い痛い痛い。